天か事件。天か事件は、関東大震災直後の1923年、大正12年9月16日、アナキスト、社会主義思想家の大杉久と作家で内縁の、妻と小野え、大杉の老い、立花の総一、6歳の3名が不意に憲兵隊、特攻家に連行されて、憲兵隊司令部で憲兵によって虐殺され、遺体が井戸に遺棄された事件である。被害者の名前から、 大杉事件とも言う。軍法会議の結果、憲兵隊員、分隊長、天笠正彦と同総長、森圭次郎ら5名の犯行と断定されたが、憲兵隊の組織的関与は否定され、疑われた上級の命令者の存在などは明らかにされなかった。亀戸事件と共に代表的な戒厳令下の不法弾圧事件で、地震の混乱で発生した事件の一つ。 関東大震災で、東京や神奈川が混乱に陥るとして、戒厳令が発せられていたさなか、1923年、大正12年9月16日、大杉久氏は、内縁の妻、伊藤のへ、作家を連れ、鶴見区三笠園に住居があった、辻淳、伊藤の前部を見舞ったが、辻が留守であったので、近くの神奈川県吉樹郡鶴見町に住む実定の、大杉勲拓を訪問。 偶然、大杉の末妹あやめとその息子の橘花の宗一、六歳、が滞在していて、宗一が東京の焼け跡を見に行きたいというので、これを同行して東京に戻ることになった。夕刻に自宅付近に帰ってくるが、伊藤が果物を買っていると、張り込み中の憲兵隊に強引に連行され、ヨドバシ警察署から自動車で、麹町憲兵司令部に連れて行かれて、消息を絶った。 行方不明になった大杉を、その友人で、読売新聞記者であった、安成二郎が探すが、見つからずに、事件性を直感。家人が、警察に、捜索願いを出した。警視庁は、捜索願いを受けて驚き、調べてみたところ、淀橋警察署が憲兵隊による検索を報告した。そこで、警視庁が憲兵隊に問い合わせると、 憲兵はすでに返したと返答した。警視庁は、行方不明の大杉が何かよからぬ計画でも、言っているのではないかと思い、血まなこで行方を探した。大杉は、アナキストの大建物であり、18日の放置新聞の、夕刊で、大杉夫妻が子供と共に憲兵隊に連れて行かれたという記事が出て、噂はすぐに広まった。以前より陸軍が何かやるらしいと聞いていたが、 沈黙していた警視庁官房指示の勝利期松太郎、口術は子供が関わっていたことを憂慮して、警視総監、湯浅倉平に相談。湯浅総監は信任の後藤新平内相に報告するが、後藤に自分では対処できないとして、総理に報告するように言われて、湯浅総監は直接、総理大臣、山本権兵衛に会って報告した。 山本首相が閣議で田中義和陸将に聞くと知らんといい海元司令官福田正太郎を呼んで問いただしてみても感知していなかったので憲兵隊の捜査が開始されたするとすぐに内部の犯行が明らかになった田中陸将が改めて憲兵司令官小泉六十一を呼んで問いただすと小泉は甘かすの犯行を認めた上で賛美したため田中は出席して 小泉に謹慎を命じた。憲兵隊司令部では9月19日中には甘春と森が英治監獄に収監された。また古い土から遺体が引き揚げられた。9月20日、甘春憲兵隊員が大杉久志を殺害の一報を大阪朝日新聞と時事新報が号外で発し、大阪朝日新聞は東京からの記者の電話でこの日は二度号外を出した。 知事新報は記者を憲兵隊本部に張り込ませ、大杉だけではなく伊藤野枝と子供が殺されたこと、現場の意図も確認した。軍は突如として9月20日付で、東京憲兵隊渋谷分隊長兼、麹町分隊長であった甘春正彦憲兵隊員と東京憲兵隊本部府、特攻家森慶次郎憲兵総長が、職務上不法行為を行ったとして、軍法会議に送置。 福田正太郎改元司令官を更迭、憲兵司令官、小泉六十一少将と東京憲兵隊長、小山改造憲兵大佐を停職処分とすると発表した。また同時に本件に関する新聞記事を差し止める情報統制の決定をした。以後、新聞各紙は核心部分をすべての伏せ字として事件を報じた。報道は止められたが、 情報は各社に電話で拡散したため、検閲をかいくぐった九州日報は21日にも号外を出している。限界冷下で、不眠不休で、治安維持に当たっていた軍隊に、世論は普段反軍的なものさえも含めて、指示や敬意を表明していたが、突然の司令官公鉄について、新聞で詳細が報じられないことから、何事が起こったのかと騒然となった。流言飛吾が、 盛んになっていたこともあり、人心不安が高まった。批判が強まる中で、軍は、前日の予震の結果を受けて9月25日に第一師団司令部発表として、天かす隊員が16日の夜に、大杉久氏と、他二名を某所に連行して殺害した、と公表したが、他2名が何者であるかは公表させなかった。10月8日に、記事差し止め処分が解除されると、 新聞は、谷名が、伊藤野絵と、立花の総一であることを報じ、日本を騒がせるアナキストであり恋愛スキャンダル、日陰茶屋事件でも世間に有名になった大杉、伊藤の二人に加え、六歳の小児までも殺されたと、あって世間は、騒然となった。九9月24日に、軍法会議予診があり、事件の概要が、明らかにされた。軍法会議の後半も、 極めて請求に行われた。それらによると、アマカスタイイラは、大震災の混乱に乗じて、アナキストらが不穏な動きを、キコ政府を転覆しようとすると憂慮し、アナキストの主要人物であった大杉と伊藤を殺害することを決めたという。余震で明らかになったところでは、9月16日に、大杉ら3人が鶴見から帰る途中、自宅付近で、 甘かす大尉と東京憲兵隊本部付の森、慶次郎総長、後に明らかになるところによれば、さらに、鴨志田とホンダの両名を加えた4名が張り込みをしており、子供だけは帰宅させてくれという大杉の要望を拒否して、強引に3人を拉致し、麹町憲兵隊分隊に連行した。東京憲兵隊本部で夕食を出したが、大杉と伊藤は食べず、立花だけが食べた。 大杉はナイフを借りて伊藤が持っていた梨を二人で食べた。午後八時、三人は別々の部屋に移された。天春は余震長書で大杉と伊藤とを自分が締め殺したと認め、その様子を細かく描写した。大杉は応接室で森総長と雑談のような取り調べを受けていたが、入室した天春は背後から柔道の締め手で大杉の首を右手で締め、 森は苦しみもがく大杉の足を抑えた。15分ほどでぐったりして亡くなった。その後、念のためとしてさらに朝縄で閉めた。午後9時15分、次に甘春は、会課の体調室に入れられた伊藤のもとを訪れ、しばらく会話して油断させると、同様に考察した。甘春は、最初、個人の考えで三人全てを殺害したとして、 大杉と伊藤との間の子供と誤解された、立花の総一の死に関しても認めたが、軍法会議では、立花の死の経緯を長書で省略したことに、感染弁護人、佐きただが疑念を持って追求した。特に天笠の母親が、正彦は特に子供好きでした。罪とがもない子供を手にかけるなど、あり得ないと、涙ながらに主張したことにより、自白を一部撤回。自分は、 子供は殺していない。小模帆、小物摘罪になったのを見て、初めてそれを知ったと証言を変えて、大杉と伊藤を殺したのは認めたが、子供殺しは自分ではないとした。立花は連行するために、自動車に乗せた最初から甘春になついていた。甘春は便所に行ってくると言ってその場を離れ、少年の死には立ち会っていないと主張した。この供述の撤回により、 余震の内容が覆されたことで、塚崎弁護士は捜査のやり直しと公判の中止を申請した。このため、陸軍省から立花の総一殺しの再調査が命令され、10月5日、鴨志田康五郎と本田茂雄という2名の憲兵上等兵が、立花殺しの共犯であるとして自首し、6日には、平井利一憲兵五長も見張り役として、 伊藤の死に関与していたことを告白して自首。被告人は5名となった。鴨もしだと、ホンダは、子供殺しを認めたが、甘かすと森が、上官の命令だからやり損なうなと話していたと、証言して、波紋を呼んだ。しかし、憲兵隊の小泉少将と、小山大佐が、この証言を否定した後、以後は、軍上総部が関与した疑惑は追及すらされなかった。結局は、 森総長が鴨志田に、お前が、やれと命令したとされ、鴨志田と本田が手を下すことになった。二人も、子供殺しに躊躇したが、命令に逆らえずに、鴨志田が首を絞め、本田が押さえて殺した。森は、甘春大員が、子供も殺せと命令したと主張し、自分に命令したのは、甘春であるとした。甘春は、投げやりな態度で、森が言うのですからその通りでしょう。 私は軍人であります。命令しましたと、自分が責任をこむる、胸の答弁をして、再度、供述を翻した。天かすと、森は、遺体の処分について話し合ったが、郊外に運び出すと露見するとして、森が難色を示し、本部裏の古い土に投げ込むこととした。天かすは三名の着物をハサミで着て、裸として、肌に包み、古い土に落とした。衣類は、 翌17日に別の場所で焼却した。何も知らない人足に指示して、古イドはバフ粉やレンガを投げ込んで埋められた。動機については、関東大震災の混乱に乗じて、無政府主義者が朝鮮人を先導して、騒動を起こすという噂を信じていたとされた。アマカスは、大杉の次は、坂井敏彦と福田京二を殺す予定だったと述べた。さらに、 最も危険視された、無政府主義者の大杉久氏が検挙されていないから、やっつけろという意見が、淀橋署にあったが、警察ではできないから、憲兵の方でやってくれないかという話だったとも、甘かすと森は主張したが、淀橋署員らは、記憶にないと殺害依頼を否定し、真相解明に至らなかった。また新聞では、立花の総一の殺害理由を、 伊藤の絵の殺害を目撃したがためであると報じられたが、後半ではこれは取り上げられず、前日のように甘春が命令した事実のみが認定され、子供の死に関して理由や経緯などについても解明されなかった。なお、法務官、小川関次郎と被害者、立花の総一は従追の関係にあるとわかって、途中で交代した。このスキャンダラスな事件については、 文法会議の内容が現実詳しく報道された。現代とは異なり、亀井戸事件、木裂事件など大震災直後に起こった、社会主義者、労働活動家、朝鮮人に対する警察軍隊による不法拘束や虐殺についてすら世論は二つに割れていたが、甘春に対しては、弁護士の塚崎のもとには、かもしや本田ひとの歌詞を罰するのみで、甘春を原型させたら、 承知せぬぞという社会人者からの脅迫が届いていた。一方で、アマカスは国士であるとの肯定的な評価から、国族大杉を所断したアマカス隊員に原刑をとの署名が、数十万名分も集まるなど、アマカス隊員を支持する声も強かった。またアマカスも命令を受けて行動したのみで、真犯人をかばって、責任を一人でかぶったのであって、真相は、 闇の中であるという意見も根強くあった。しかし軍法会議は事件の背後関係には立ち入らないまま、11月24日に検察休憩、最終弁論があって、12月8日、殺害を実行及び命令したとして、天笠大尉を首謀者と断じて、懲役10年、森総長には、同3年、命令により殺害して、遺体を遺棄した、本田鴨カの2名は、 命令に従ったのみとして、無罪を、また見張りとして関与した平井五町は、証拠不十分により、無罪と判決を下して終了した。天かすに、懲役十年が告げられると、傍聴人の中からは、有罪が不満であるとして、草履を投げる者や土豪をあげる者があって一時騒然と、したが、本人らは目して退出。無罪となった三名は安堵の表情で退出した。 後半中の10月4日、天春大尉の弟で学生の天春五郎は、ギロチン社の田中雄之進に襲撃された。労働運動者、神田北高賀町で行われた、大杉ら3名の葬儀。国別式では、国賊の葬儀などさせぬという右翼の一団が車2台で、乗り付け、そのうちの一人、下取茂げ作りが昇降の際に遺骨を奪い、 制止する、古田大二郎や和田久太郎に高笑いして、大杉久氏の遺影に銃弾を放って逃走するという、事件があった。遺骨は下取から寺田稲二郎に、寺田から、大河会会長、岩田富夫が受け取って、車で逃走。下取らはその場で、アナキスト三十名ほどに囲まれるが私服警官に、投降し、寺田は逃走中の岐阜駅で捕まった。逃走に成功した岩田は、 数ヶ月後に、北一騎、なお有リの仲介で三名を、起訴猶予とすること条件として、自ら警視庁に出頭して、湯浅総監に遺骨を返還した。岩田は、逮捕を免れ、釈放された。アナキストラは、大杉殺害の報復として、関東海原司令官の福田正太郎を標的とした、狙撃事件、犯人は、古田大二郎、和田久太郎、村木源二郎、 福田に糞尿を投げつけた、クソクラエ、事件、犯人は、小笠区の弟、古川三木松と、義定、池田虎蔵などを相次いで起こしたが、次々と逮捕された。アナキストのうち特に、朝鮮出身者は、中華民国の上海や満州地方にわたって、テロリズムに傾倒するが、日本出身者では転向したり活動を抑圧される、ものが多く、日本のアナキスト運動は、 急速に衰退に向かった。アマカスす隊は3年弱、千葉刑務所において刑に服したが、殺グルのご成婚による恩赦による減刑で、1926年、大正15年の10月に仮出所で釈放された。その後、陸軍の官費で夫婦で、フランスに留学し、満州に渡って、満州事変に関わることになった。 事件の主犯は甘スではないとする説は事件当時の大正時代から根強く存在している。甘スが模範的な士官と思われたことから甘スは事件自体に関与していない大杉以外の殺害は知らなかっなどの様々な説が生まれた。満州時代の甘スは満州映画協会幹部らとの私的な席で僕はやっていないという発言をし、 育児同期の半田俊春にも酒の席で、俺は何もやっちゃおらんよと語っていた。しかし一方で、法典と組む機関の騎士や次郎少将は、吉祖の修造、口実に天かすに騙されるなと注意しており、天かすの経歴や裏の顔を指摘する声もあって、そこから発展して様々な異説や陰謀説も生まれた。主なものは以下。これらは対別すると、憲兵隊、または、 軍が組織として主義者の殺害を命令したが事後に軍組織の関与を隠蔽して実行者である甘かすらが命令者の責任を被ったというものと実行者ではない甘かすらが命令者と実行者の両方の責任を被ったというものまたは非公式な組織や個人の命令や指示で甘かすらが実行したというものなどに分けられる多くが指摘することは 渋谷と麹町の分隊長である、憲兵隊員、天笠正彦が、直属の部下ではない、憲兵司令部付総長である、森慶次郎に命令していた点であった。二人に指示ができる命令者は、甘春よりも立場が上でなくては組織上、おかしく、これらが、小泉や小山、福田が主犯と疑われる理由の一つとなっている。また軍隊内の欠社説も、命令系統の無視を、 理由の一つとしている。戦後見つかった三人の死因鑑定書は、当時遺体の引き上げにも立ち会って、二十時間かけて解剖を行った、陸軍英寿病院、現国立国際医療研究センター勤務の外科、田中隆一軍本人によって作成されたので、高津軍医名義で提出されたものの控えであった。彼は退役して開業後、参招集されて、中国戦線で戦没したが、 1976年、昭和51年8月に自宅に保存されていた遺品の中から他の資料と共に発見された。秘蔵されていたものとも言う。以下は、その抜粋の要約。死因鑑定書の内容は、死因は、窒息、手段は、前頸部を絞りをした薬殺であるという点は、後半で採用されたものだが、遺体の状況は、長所や、軍法会議で、 天かが語った殺害状況とは矛盾するもので激しい暴行を受けていたことを示すものだった。事件発生当時の1924年、大正13年9月は警視庁官房主事で年末の虎ノ門事件で刑務部長を罷免となって読売新聞社長に転じた勝利木松太郎は1924年10月の社内の招待会で談話して 甘か事件陸軍の組織的犯行を示唆し、陸軍が十四日に、大杉を殺すと言ってきた。大杉と、吉野作造博士と外の二人、中略、四人を殺すと言ってきた。そんな馬鹿なことがあるかと言っておくと、十六日になって、淀場支所から大杉が憲兵隊に連れられて行ったという報告が来た。殺したなと思ったが、黙っていた。と語り、 子供が一緒でなければ、大杉事件はまるで知られずに済んだのだと、ことした。また軍隊が面目を潰された、後藤内将と、湯浅総監とを恨んでいたと言い,い、殺さんとする動きがあったとも述べた。月刊ニューリーダー氏2003年8月号と11月号の、落合漢字連載、陸軍特務基地、その収蔵の手記の中で、甘かす事件についての言及があった。 吉祖の修造出記の内容は、検証困難なもので今なっては、遺説の一つに過ぎないが、落合の説明によれば、吉祖の山かあるいは藤田津口も、上原優作元水、全陸将の特命を受けて行動する立場であという。一方で、大杉久氏は、後藤新平に飼われていた草で、たびたび多額の金を無心していたといい。 伊藤野絵は、大杉の指示で、ユダヤ系フランス人のポンピドゥー牧師の拠点である、神田メソジスト会を探っていたとされる。落合は、吉園の別の記述から、上原と後藤のアヘン栽培、当時後方や森姫国産化で利権争いをしていたと指摘。上原は、ポンピドゥー牧師の妹と、かつて愛人関係にあり、か目を設けた。その、上原の隠し子である、根欠女性と、 甘かす愛人、もしくは妻関係にあったとされ、それらの事実を伝えたのが、大起点であり、彼も関東大震災の土さくさに軍隊によって、殺されが、政治スキャンダルを起こす目的で密事を探られた支援、もしくはそのことで揺すられたことが、大杉夫妻殺害の動機ではないかと、吉園は考えていたとする。無罪判決を受けた、本田修行憲兵上等兵は、 昭和天皇紀流行行後同事件の本田、重兵警部の実刑である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。